こんにちは、速稼塾の久保です。ビジネスをしているときに、カード決済ってとっても大事だと思うんですけども、私ね、いろいろ考えた結果、この数年ではっきり分かったことがあります。この P1 カード、ね、このカードが最強なんじゃないかなと思うんですよ。この P1 カードっていうのは、あんまりね、目立たないカードなんですよ。それこそね、知ってる方ってあんまりいないと思いますけども、いろんなカードを比較する中で、セルフバッグを見ていく中で、このカードをね、作って、何が一番魅力かっていうと、このカードって利用金額の 1% が毎月自動的に割引されるんですよ。ね、カードって大体ポイント貯まるけど、その貯まったポイントをいつ使うかとか商品に変えるかっていうのは自分で決めないといけないじゃないですか。この場合は自動的にね、転引されてるんですよね。まあそういう振り込みだったんで契約してみたんですけども、非常にね、手間がかからずにやりやすいです。で、その他にですね、今日メールが来たんですよ。ちょっとこっちを見ていただきたいと思いますけども、ポケットカードなんですけどもね、 P1 カードっていうポケットカード月刊メールマガジンというところで、クレジットを使うと5000分のプレゼントが抽選で当たりますよっていうのがあるでしょ。あとね、ポイント獲得キャンペーンっていうのがあるんですよ。で、4500ポイントプレゼントって書いてますね。これ何のことかよく分かんなかったんですけども、クリックしてみるとね、こういうふうにポイントランクアップへの参加方法って書いてるじゃないですか。で、商品コードがあったりとかね、するわけですよ。これなんだろうなと思ってみたら、まあそもそも私にポイントってもう自動消化されてると思うんで、あるのかなと思ったんですけど、あるんですよね。で、見てみると、4842ポイント自動的に溜まってるんですよ。で、これをね、例えばポイント交換するっていうふうにやると、こうやっていろんなポイントに交換できるんですよね。でも4800ポイント、大したことない、4000か5000ぐらいかと思って、例えばペイペイ銀行にしようかなと思ってクリックしたら、なんとね、1ポイントが3円で計算してくるんで3倍なんですよ。え、1万5000ぐらいになるじゃん。結構いいですよね、これ。自動的にね、こうなるわけですからね。いや、いいっすね。で、引き落とし口座にキャッシュバックまであるわけですよ。だから現金として入金していただいてもいいかな、みたいなね。私の場合はペイペイにして、ペイペイの割引をさらに受けるためにここに行きますけどね。いや、すごいですよね。まあそういうことがね、分かったんで、今回ね、この動画撮りました。いや、P1 カードむちゃくちゃいいですよ。やっぱりね、他のカード私ね、法人もそうですけども、個人でもプラチナカードばっかり使ってるんですけども、プラチナカードもかなりサービスがいいのは、コンシェルジュがついてるんで、細かい相談ができるんですよ。要するに自分の秘書をね、プラチナカードの枚数3枚なんですけども、3人雇ってるようなもんなんですよ。だから例えば、GoTo なんとかキャンペーンとかで旅行するときでも、GoTo を使ってこういうオーダーで、で、2泊3日、3泊4日ですと。で、一番有利なところを何点かチョイスしてくれませんかってことで、コンシェルジュ3人にね、それぞれのカード会社のコンシェルジュにお願いすると、ベストな回答がそれぞれ引き出せるので、そっからオーダーするということでね、手間もかからないし、自分の意向は伝わるし、で、プラチナカードを通じて、もうオーダーしてるんで、やっぱり旅行先のね、旅館とかね、飲食店さんも、格別な配慮してくれたりとか、部屋のアップグレード無料でしてくれたりとかね、特典満載なんですよね。だからね、やっぱクレジットカードとちゃんと付き合うことって大事だなと思いました。その中で今回は P1 カードっていうのを紹介しまして、やっぱりね、一番有利だなと感じました。という話でございます。それじゃあ、いってらっしゃい。